私は平気よ。だって女王になるための試練だもん。行ってきます。パパ、ママ、出よ。天空の聖魔法学園から転校してきた田中プニエです。よろしくね。ミラクルロッドで学園祭は大パニック。魔法のプリンセスプニエちゃん登場の巻。わーなんて澄み切った空。地上はとっても綺麗なところなのね。私すっごく気に入っちゃった。この美しい森も大地も青空も、即位したら全部私のものになるのね。あら、あれはチャームの魔法よ。女の子なら誰でも持ってるの。あなたとっても綺麗だから素敵なチャームが使えるはずよ。リカレットガレフ、キルゼムオール、大地の恵みよ、私を守って。わあ、すごい。これが学園祭なのね。いろんなお店がある。ほんといい時にやってきたわ。地上って面白い風習があるのね。即位したら魔法の国の学校でもやらせよっかな。派手に何をするんですの？何があったの？それはお気の毒に。私がお客さんになってあげる。カレーを一杯くださいな。うわあ、美味しそう。いただきまーす。天使を呼べ。これはカレーじゃない。黄色い餌よ。気温品質スパイスの香り。それらはいつも同じじゃないの。マニュアル通りに混ぜたんじゃお話にならないわ。素人が作りがちのクソまずいカレーの典型ね。ユリカレットカレフ、キルゼムオール。流行のスパイスなんかに頼らなくたって、鉄道を愛するあなたにしか作れないカレーがあるでしょ。うん。それにしても、どうして姉御さんたちが嫌がらせをしに来たんだろう。そんな、困ります。迷惑な人には、お仕置きの魔法ね。リカルートカレフ、キルゼム、オーほら！あ、それはアニサキスの像、どこでそれを。どうしよう、プリンセスロッドが使える。ならば。ならば。即体言語にて語るまで、プリンセス、巻き固め、プリンセス、チョークスリーパー、インセスフットロック、インセスアメリカーナ、インセスピロティンチョークスリーパー、打撃系など可見集大。サブミッションこそ王者の技よ。プリンセスアキレス剣固め。またやっちゃった。あ、あら、どうしたの？まあ、かわいそう。任せといて、世界一のイカポップを出してあげる。リカルトカレフ、キルゼムオール。えへ、おはよう、テツコちゃん。バヤタ、プニエ様、バヤタ。違うわ、バヤタ。お別れを言うのが辛くて、黙って出てきたの。お茶目でキュートなマスコット、パヤタン登場の巻。でも、地上で修行してる間は、ついてきちゃダメなのよ。ママに叱られても知らないから。もう、思い出すよね。パヤタンに会いに、ワクワクマスコット村に行った時のこと。マスコットを探しに来た。勘違いするな。お前らゲスに用はない。おったぞ。さあ、どんな目に合わせてくれる？うぬがパヤタンか。その名声、王都にも届いているぞ。我がマスコットとなる、パヤタン。後の栄達は思うがままだぞ。望むところ！プリンセス、膝十字固め！プリンセス、V1 アームロック！プリンセス、キャメルクラッチ！勝手に、おしまいにしないでほしいわ。ますます気に入ったわ。我が下僕にふさわしいぞ。王家にとっては死も敗北も同じこと。プリンセスヘッドロック！ヘッドロックが平凡ですって。おめでたい子ね。少しは勉強しておくことも。頭蓋骨にも継ぎ目、
つまり関節があるのよ。ヘッドロックとはその関節を使って脳を直接攻撃する恐るべきサブミッションなり。サブミッションは王者の技。決められぬ関節などない。さあ約束よ、私のマスコットになりなさい。命を狙う家臣の一人や二人寄せずして王と言えるかよ。それ以来仲良しなのよね。じゃあ一緒に学校行こっか。レッツゴーゴー。どうしたの徹子ちゃん。さあ遅刻しちゃうよ、急げー。ファイヤー。そういえば今回魔法使ってないわ。あら姉子さん生きてたの。次回大魔法峠ドッキリブレックファースト大作戦、中野なら殺してしまえホトトギスさんの巻。いやーかわいい。双子の生まれる確率は120分の1って知ってる？の巻。お楽しみにね。和風。彼女の名前は田中プニエ、魔法の国のお姫様。ただいま地上で修行中。頑張れプニエちゃん。おはよう徹子ちゃん。急がないと遅刻だよ。大丈夫？徹子ちゃん。かわいそうに。今助けてあげる。ドッキリブレックファースト大作戦、中野なら殺してしまえホトトギスさんの巻。そうなんですよ、ブンスカ。はーい、行きまーす。レツコちゃん、ちょっと先に飛んでくれる？この巨大な落とし穴、まさか。あなたは穴掘りエリー。やっぱりあなただったのね。王権は神聖なもの、あなたには渡せないわ。フリカルカカレフキルセブオール、いでよマンゴー。ダミあなたの父上は無能だから王位を追われたのよ。むしろ感謝してほしいくらいだわ。斬首せずに放逐で許してあげたんだからね。手錠ごときで私を拘束できるとでも思った？プリンセスカポエラキック。あなたは王家の正当性を勘違いしてるわ。正当性とは力で掴み取るものなり。腕を封じればおしまいですって。バカね。サブミッション4000年の歴史の中ではそんな事態はすでに想定済みなり。プリンセスティリアフォーレックロップリンセス STF プリンセス腕ひしぎ逆襲時、プリンセス監獄固め、プリンセスチキンウィングフェイスロック、プリンセスモンジバカ。やりすぎちゃったかな。でへっ。いやーん、かわいい。双子の生まれる確率は120分の1って知ってる？のまき。ビューン、ボタル、ビューン、ボタル。そのために地上に来たの？懲りないわね。まあ、多い云々は置いといて。街中で刃物使っちゃダメでしょ。お姉様は学校行ってくるから、プニエハウスでおとなしくしてるのよ。ん？そう？そりゃ全力を尽くすわよ。狩るときはね。そうなの。年が離れているから余計可愛くって、ついつい甘やかしちゃう。バヤタ！バヤタ！バヤタ！ピュン、ポタル。お姉様、ちょっとだけ怒ったかも。それは、王家に伝わる永久マジックイクイップ、背徳の指輪、リングオブインモラル。言いたいことはそれだけ？思っていることはすべて言っておきなさい。それがあなたたちの遺言になるんだから。言ったでしょ。サブミッションは王者の技。決められぬ関節など、ない！プリンセス、指輪の字固め！ギブ？久しぶりね、ゼーフェル・イエツラ。さてと、ピューン、ボタル、今度追い倒したら、あなたたちの関節を決めて決めて決め抜いて、ニッコップンにするからね。わかったらよし。お姉様がホットケーキ焼いてあげる。もちろん、たっぷりかけてあげるからね。次回、テストの点数だけで人間の価値が測れるんですか？どうせ私は0点ですよ。ああ、そうよ、の巻。まだあげそめし前髪のリンゴのもとに見えしとき、前に刺したる花串の花ある君と思い切りの巻。シャオ！
あら、私はテスト楽しみよ。勉強の成果、見せてあげましょうか。いくわよ。ゲソミ先生ってどんな人？つまんないことに命かけるのね。うん、姉子さんたら血の気が多いんだから。今のうち、出てらっしゃい。うん。そうよ。早くして。何？私の能力を超えられない？まさか、なんと！役立たず。うるさい！うぬの腹渡ごときで留年を免れるのであれば。苦労はせぬ。なんでもないでーす。晩作尽きたわ。重量なる我が野菜たちに告ぐ。不覚試験の体制と我が実力の現状とに鑑み、非常の措置をもって時局を収集せんとここに放す。一丸二丸をもって本作戦は終了。誠に遺憾ながら、本試験の遂行を放棄する。あなたたちは、速やかに元の野菜に戻りなさい。留年なんてしないわ。リリカル・トカレフ、キルゼム・オール！魔法の国のプリンセスが、実はバカであることを知られてはならぬ。バレるくらいなら、バレるくらいなら。この星もろとも、10万億度へと旅立ちましょう。かわいそう。バカでも友達辞めないから安心してね。0点の徹子ちゃんは内申書のおかげで留年を免れましたとさ。めでたしめでたし。いいおもちゃを見つけたわ。まだあげそめし前髪のリンゴの元に見えしとき、前に刺してる花串の花ある君と思い切りの巻。ねえ、もう山田くんに告ったの？ちょっと来い！やだわ。姉御さんの大切な思いだもの。それを軽々しく人に話すなんて。素敵！あら、そういう子に限って、ドロドロとドス黒いもんを腹に秘めてるものよ。ゲドーとアバズレ、きっとお似合いのカップルになるわ。本当にそれでいいの？告白するのにドキドキしたり、お返事待ってワクワクしたり、でも振られてしまって思いっきり悲しんだり、そういうのって女の子の特権だと思うんだけどな。遊園地のチケット！そうよ、誘ってみなさいよ、姉御さん。ほら、早く！シュポポシュポポ。やあ、姉御さん、どうしたの？やあ、暇だよ。で、何？うん、いいよ。そこ、前から行ってみたかったんだ。やったね、姉御さん！思いっきり楽しんでくるのよ。うん。遅いわね。うまくいくように、影から指示を送るからね。ほら、誰のおかげでデートができるのかしら？ほら、来たわよ。1時間も早く来たのにね。ジェットコースターなんてどう？いいわね。ほら、言いなさいよ。ジェットコースターに乗りたいよーって。ほら、ほら。でもこれじゃ、ちょっとスリルが足りないかな。よーし！ルリカル・トカレフ、キルゼム・オール！精霊さんたちよ、姉御さんのためにスリルを増量してあげて！ねえ、そろそろあそこに行ってみない？何言ってるの？これからが本番よ。デートで遊園地に来て。あそこに行かないなんて許さないわ。もう！何言わせるのよ、プニエちゃん！最高の恐怖を用意したからね。生まれたことを後悔させてあげるわ。姉御さん、恐怖の館はどう？私が用意した身の毛もよだつ恐怖。それは、首都高のドライブ、運転手は、免許取り立て&車漫画に感化された走り屋気分のバカでーす！そして、その後の姉御さんはというと、
さらにやさぐれてしまったとさ。持てなくなるわよ。次回、参加することに意義があるなんて、ぬるいこと思ってんじゃないでしょうね、のまき。いつまでも、今のままではいられないのよ。大人になるってなんだか怖いわ、のまき。シュシュパパピー。校長先生、私の、地上での修行期間は、もうすぐ終わってしまいます。ここにいられる間に、楽しい思い出、少しでも多く作っておきたくて。ごめんなさい。わがまま言っちゃって。ダメですよね。参加することに意義があるなんて、ぬるいこと思ってんじゃないでしょうね、のまき。ビュン、ポテル、どうしたの？素敵！ありがとう！わーい！わーい！うん、いいわよ。こんな素敵な経験、初めてなんですもの。この子たちも参加させてあげたいの。私、実行委員になって、地上の運動会を調べるうちに分かったの。地上には素晴らしい文化がたくさんある。私は何一つ学ばないまま、魔法の国へ帰ってしまうところだったわ。姉御さん、最後の騎馬戦、私と思いっきり戦ってくれる？魔法は使わないわ。地上のやり方で、あなたとの思い出、作っておきたいの。負けないわよ。国へ騎馬軍、白原衆、剣山！うぬら初陣ぞ、姉の戦の作法、とくと見ておけ。発動機を、あげろー！特艦！一番より見事、さらなる戦働きを期待している。存分に切り結び、それに応えてみせよ。で、あるか。是非に及ばず！よくぞこの姉をたばかった！一王二王は右翼交代！三王と合流を図り、西に方円の陣を張れ！残った味方は。バヤタ！ごめんなさい、バヤタ。私のミスで。もう、こんな争いをしている時代じゃないのね。これからは、これからは、鉄砲の時代なのね。いつまでも子供のままではいられないのよ。大人になるってなんだか怖いわ、のまき。おはよう、姉御さん。徹子ちゃん。あら、何かしら。綺麗な人たちね。いいじゃない、徹子ちゃん。その分、百景新幹線並みのロケットおっぱい持ってるんだから。行きましょう。遅刻しちゃうわ。お姉たま。あなたたち、もしかして、ピュンとポタル？どうやって大人の姿に？うまいと、勝てそうにない。言う。このプニエが、情けをかけられるとはな。あなたたちの力をもってすれば、私を殺し、母エスメラルダ女王も殺し、魔法の国を掌中に収めることができるでしょう。でも、その後、ピュンとポタルどっちが王女になるの？君臨できるのはただ一人よ。欲の利という言葉を知ってる、ポタル。今なら私とピュンを一度に殺せるわね、ポタル。老怪。プリンセスにあるまじき老怪さ。この人こそ、真の魔女か。あなた、面白い。やはりあなたは面白い。このパヤタン、地獄の果てまでお供しましょうぞ。確かにそこが関節技の唯一にして最大の弱点よ。でもね、私は8年前から1対2で戦う研究をしているの。そうよ。これはあなたたち双子と戦うためだけに編み出した技。いわば姉妹愛。姉の愛を受け取りなさい！
プリンセス。スピニングトーフォールド！フィニッシュ。プリンセス44マグナム！効き目が切れたからって許さないわ。お仕置きはまだ始まったばかりよ。許しませんよ。ほら、魔法の国は当分平和そうね。プニエの里帰り文明編、連れてってあげよっか。リカルトカレフクルセムアール。都電魔法船に乗ってお城まで行きましょう。都電は遅いから魔法中央特快にしよう。あ、ほら、あれがマジカル都庁ビル。プニエの里帰り社会情勢編。さてさて、私たちは魔法の国に来ています。素敵なところでしょ。貧富の差ってどうにもならないのよね。しょうがないわよ、搾取しないと国が持たないし。変ね、この辺り通過するはずなのに。テロかしら。やっぱりテロリストたちか。仕方ないな、私の魔法でちょいちょいっと。あ、貧民の分際でアニサキスシールドを持ってる。これじゃ私の魔法攻撃が無効化されてしまう。魔法が通じない。ならば、肉体言語にて捕まつる！プリンセスマンジ固め！プリンセススタンディングネックロック！プリンセステレフォンアーブロック！ちょっと弾圧したぐらいで騒いじゃってやだわ。もうすぐ応急よ。さあ、出発！私はプニエ、魔法のプリンセス。なんで人間界に来たのかは、プニエの里帰り食材編。ここは魔法の森。今日は魔法の国へ松茸狩りに来ています。そうね。いた、こっちよ。魔法の国では松茸は松茸ユニコーンに生えるのよ。言ったでしょ、松茸狩りだって。それでこそ誇り高き一角獣ぞ。おいしい。プニエの里帰りエスメラルダ編。さてさて、今は夏休み。徹子ちゃんを連れて久しぶりに我が家に帰ってきました。はい、ママ。